どうも皆さんこんにちは、水色です。今回はまた面白い装備見つけました。めっちゃ可愛い。皆さん、クマクマクマベアって知ってます？こんな名前のアニメあんのかいっていうアニメなんですけど、クマ、ひらがな、カタカナ、漢字、英語、クマクマクマベア、なんかそんな可愛い主人公最強系のアニメがありまして、まあ、そんな感じのね、装備です。全く関係ないか今日はクマ装備です。いや、こんなのまで出てきたかと。めちゃめちゃいいぞこれ。めちゃんこかわいい。しかもこれさ、武器もあんのよ。偉すぎる。なんか手袋みたいになってんの。ふっそかわいい。で、後ろ身がね、後ろ姿がこんな感じの、なんかマフラーみたいな、マントみたいになってると。こういうの兵器になってる方いるんじゃないですか。こういう頭装備いいね。これマフラー一体型ですよ、きっと。あったかいんだろうな、さぞ。はい、今回ですね、赤熊装備っていう意識をご紹介していくんですが、まあ、どんな感じであるかっていうと、まず武器、ちょっと後ほど見ますけど、武器と、毛皮の頭、そして今これつけてるの関係なくて、さ、本来であればこんな感じの装備が鉄病の装備と、こちらですね、牙の兜、鉄病の同意、鉄病の手工速攻と。で、そこにですね、このちょうどラルバの毛皮がいい感じに似合うんですよ。この同意なんですけど、で、足もあったりするんだけど、足は自分ね、よく外しちゃったりしてます。野生味が溢れるので。まあ、そんな感じの、なかなかに可愛い要素を振ってる装備なんだけど、まあ、今回はネタ装備っていうか、こういう装備ありますよ紹介なんだけど、普通に戦技、偉すぎるぐらい強くて、ちょっと順々に見ていきますか。まず武器、赤熊の爪です。赤熊の狩りという戦技ついていて、消費 FP88 なのに火力めっちゃ出て、かつ出血もつきます。で、攻撃力は物理239、9時点ですね。プラス9時点。で、筋力 B、気量 D という補正が載っています。出血状態異常が蓄積45なので、決して多くはないんですけど、全然出血します。そして、大赤熊の爪をそのまま武器としたものと書いてあって、名を忘れた強戦士、赤熊の獲物。これね、赤熊っていうのを後で倒すんですけど、そいつが持ってました。戦技、赤熊の狩り、腕を大きく振り上げ、鋭い爪で獲物をほふる戦技。その攻撃は真空を生じ、連続でダメージを与える追加能力で2度まで追撃につなげられると書いてあります。あとはですね、こういうラルバの毛皮とか、あとは普通に鉄病シリーズっていう感じでね、あるんですけど、はい、ちょっと試していきましょう。装備はですね、赤熊つけて、ラルバの毛皮をかぶって、タリスマンが戦技アップ、あとは連続がアップ、腐敗欲求の嘲笑、そして知能君子の歓喜で出血の、した時の攻撃力アップ。で、これ両手持ちが多分、2本持ちになるので、これ効くんじゃないかな、読みでつけてます。要は片手持ち両手持ちっていう、これで多分入ると思うんですよね。で、出血どれぐらいするのかとかちょっと見ていきたいんだけど、まずモーションがめっちゃ可愛いの。なんか飛びつけるんだよね、相手に。強攻撃と通常攻撃、それぞれ、まあ、飛びつきモーションみたいなのがあって、で、さらに通常攻撃も、まあ、こういう重装とかと一緒ですね。動きが独特な感じになってます。連打できるのでね、非常に当たりやすいんですよね。知らん。もう、お前の攻撃など知らん。結構出血してない？もう気づいたら殴り続けて早、もう体力来てます。これ避けて、で、戦技ボンボン、まあ、なかなかにやっぱ出血は強えなと感じるような。ちょっと戦技だけでじゃあゴリゴリ削ってみるか。戦技がね、結構強くて、まあ、さっきちょっと見せたと思うんだけど、このモーションというか風をまとってるんで、なんか吹き飛ばしみたいなのがほら入るんですよね。これだから縦持ちとかに結構強くて、まずい。戦技モーション若干長いからね、入っちゃうとあれかもね。こう避けれないよね、やっぱ。でも火力高いよね。グサグサ飛ぶ。はい、グサ。うん、まあ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 、火力いいんじゃない。まあ、結構やっぱ技の手が早いので、通常攻撃と強攻撃と、強攻撃も割とこう押し切れていいですよね。こう、ひるませれる、ちゃんと。ひるんだところに追撃で戦技入れてもいいし、避けて、スンスン。これがね、耐えられるんだよね、結構。これ耐えられちゃうんだよね。すかさず、おい。
いいね、出が早いのいいね。まあ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 、めちゃめちゃ強いかというと難しいところかもしれないけど、はい、とまあね、ちょっといろいろ見てきましたけど、まあ使いどころは、まあ、なかなか難しくはあるかなという感じで、ボスとかだったらもっといい武器があるので、完全にまあネタ装備というか、見た目楽しんでね的な感じの要素は感じますけど、まあ、使えなくはないかなって感じ。出血ついてるし、早速ね、入手場所見ていきましょう。入手場所ね、結構広いんで、まあ、一個一個見ていきます。まず墓地平原先にいるんだけど、一気に飛んでモースの廃墟まで行きます。モースの廃墟見たら水たまりが上に2つあると思うんですけど、こっち側にいるラルバ、赤グマだね、を倒すんだけど、このままずっと道なりに進んでいって、ここ崖上というかちょっと段差があるので、上の方ですね、土地の上の方を登ってきて、この大きな、まあ、池というか水たまりみたいなところがあるので、戦って入手することができます。ここで、頭だね、頭装備、大グマのラルバのこのフードね、ゲットすることができます。で、今回ちょっとね、もう一つあるの忘れてた、ルガリアの方向というものも取れて、これ祈祷なんですけど、ちょっとやります。うわ、これ竜でよくある戦技のやつですね。己を姿を赤、大赤グマとなし激しく横行するって、進行14で使えて、まあ、FP17 消費っていうね、割とコスパのいい性能なんですけど、まあ、どういうものかっていうと、よいしょ、割とね、この継続ダメは入るんですよ。こっちの奥のやつも最後の方向で1000ダメ入ってたんだけど、まあ、こういうちょっと周囲にね囲まれた時とか、モブぐらいだったら圧倒できるような、まあ、祈祷になってます。ルガリアの方向という祈祷なんですけど、近場が峡谷谷というところで、よく自分が紹介する小遺跡の麓というところからずっとこう北西に上がってきたところに位置しています。で、そしてここからさらに北西に進んでいくと、ここですねにボス級のクマ、大赤グマがまたいて、倒すことによってこの祈祷を入手することができます。こっちがねボスステージっぽいんだけど、こっち逆にね何もないんですよね、ただのクマがいる。この辺クマいっぱいいるんで気をつけてください、めっちゃ強いんで。はい、こんな感じで2体倒しましたと。で、そしたらですね、最後、また同じく近場のここですね、ここに来てもらうんだけど、これか、アイコンをつけてるところ、これ上昇気流になってます。先ほど言った峡谷谷からずっと下下ってくるとあるんだけど、上昇気流乗って1段2段と上がった先の北の無名霊廟というところに来てもらって、ここのボス赤グマというボスがね、さっき説明文にあったと思うんですけど、倒すことによって、鉄病の装備一式と、そしてこの爪、これですね、赤グマの爪という武器が入手することができます。まあ、ここでね、一気にバンと手に入ったので、自分も割とびっくりだったんだけど、で、3箇所ですね、回ることによって、大赤グマ系の、まあ、意識が入手できるよという感じです。はい、ということでですね、今回は赤グマ系の装備、このラルバとかルガリアとかの装備を意識ね、ご紹介しました。結構モーションとかも割と侮ってたんだけど、優秀で、普通にね、こう、使えるなって感じの装備でした。まあ、ぶっ壊れだとか最強とかっていう、まあ、タグはつかないでしょうけど、まあ、入手する価値はあるのかなって思えるような見た目も良しな可愛いね装備なので、ぜひ皆さんゲットしてみてください。はい、またおもろいのあったら紹介していきますので、よろしくお願いします。ということで、また次回の方でお会いしましょう。ご視聴ありがとう。バイバイ。